どうも皆さんこんにちは、マオと申します。今日はですね、このリトルナイトメアというゲームを実況プレイしていきたいと思います。なんかね、ちょっと情報仕入れてないんですけど、すごい雰囲気のある、なんか考察とかもはかどっちゃうような、かなり深いゲームらしいので、ちょっと楽しみです。やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ニューゲーム、あ、セーブデータ選んでください。じゃあこの空きってやつをやってみましょうか。なんかオートセーブみたいなことは書いてあったんでね。さて、どんなゲームなのか。なんか入り口というか、タイトル画面にいたあの黄色いやつが主人公の子なんかね。おお、なんだ、じんわり来たぞ。偏頭痛の時に見えるやつが、もやがピンクのもやだ。これドラえもんの劇場版の昔のやつ見たことある人にしか分かんないワープしちゃうやつ。なんだ、あ、人っぽいぞ。お姉さんだ。お姉か、これ。お姉だ、美人お姉だ。美人、これ中国の人かな。中国っぽい、あ、違う、和服かな。魅力的な、お、待って、雰囲気出しすぎて怖いんだけど、ちょっと待って、そういう感じ。ちょっと、おこ、あ、おはようございます。トランクで寝てたのか、俺は。これ俺か。あ、動かせるね、動かせる。あ、火つけた、いきなりタバコ吸い始めたかと思った。セッタをジャンプで火をつけて、操作チュートリアルとか特にないのかな。ちょっととりあえず、まあいい感じでやっていきましょう。なんか雨に降られてて、あ、ちゃんとカメラも視点を移動することができそうだね。なんか干してんね。これどうやって干したの干すにはちょっと高いよな、ハードルが。いろいろ調べないとダメなのかな。ジャンプでぶつかるとちょっと振動するね。これ明かりつけてる。おお、すげえ、ちゃんと倒せる。明かりをつけてるとなんかに着火しちゃうみたいなイベントがないといいな。カンカン、開けれるけど乗れないのか。うわ、なんか雰囲気怖っ。え、でか、シャベルでか、これ。完全に巨人族用のシャベルじゃん。これぐいぐい進んでってけど大丈夫なのかな。裸足じゃない、この子。なんだこれ。あ、火が消えちゃった。火をつけて、あー、火つけられたね。オッケーオッケー。で、なんか掴んだりとかできないのか。なになになに、揺れとる。これ船の中、なんなんだろう、これ。よし、操作をちょっと見たけど、これでダッシュができるらしい。で、火を消すともっとダッシュできるのか。で、つかみがこれかな、これか。ピパパピブーみたいな音したけど。おお、開いた。ウェイ。あ、これでライトつけながらいけると。よいしょ、入れないぞ。あ、かがみながら入るんだ。これで、このボタンでかがんで、こっち側で掴むんだな。オッケーオッケー。よーし。わー、なんだこれ。いきなり、ミッションインポッシブル的な感じで、進んでいくが、雨降ってっけど、ライターって大丈夫なんかな。これでジャンプして、お、いけたいけた。これ、マリオだったら壁ジャンプでその上行ったら、隠し面とかいそう。これ、ライト消えちゃいそうじゃない？大丈夫？あー、水。キャーウーみたいな音する。怖っ。え、これ大丈夫か？この次のとこ。おーい！結構高めの。いやー、雰囲気あるな。これやっぱ船っぽいな、なんか。でかっ！え、これ主人公が小人なのかな？それともだよな。もっとでかい、やべえやつらがいるのか。なんか気持ち規模がでかい。けど階段は自分用になってるからさ。鎖でかっ！オーバーテクノロジー鎖なんだけど、完全に。これこのまま進んでいいのかな。これも開けらんないのか。掴んだりはできなさそうだな。かがんだりは、あ、これ掴めそうだね。よいしょよいしょ。開かないか。重たそうだな。ダメだな、これ。グイグイ進んでいくけど大丈夫か、これ。これ何、これ。うわ、怖い。なんか、え、怖い。お地蔵がいるぞ、お地蔵。これ掴んだりで、あ、お地蔵掴めた。掴んでこれ何すんだ。おお、放置プレイ。他はモップとかもこれ掴めんのかな。モップも掴めたけど重たく
て動かなそうだね。動かないね。これは木の板。あ、てかここが開いてんじゃん。え、ここなんかでもありそうだよな。あ、ここも掴めるけど、あ、よじ登ったりはできないのか。ここ開けたいよな。でも気になるよね。あ、これも開かない。よいしょ。音が怖いんだけど音が怖い。なんか作業してる余裕がない。こっち側に押しても動かないね。これ登ったりはできるな。登ったりはできる。なんかないか、なんかないか。あのお地蔵持ってこうか。隣なんかいるような気がする。だからお地蔵を掴んで、わ、暗いなこれ、怖いな。なんかよいしょ。これでかが、あ、も、あ、持ってるとかがめたね。うおいおいおい、でけえよ。タバコめっちゃ吸いよるやん。これも持ち出したから怒られたりしないの？お前ちょっと何お地蔵勝手に持ってきてんのよみたいな。タバコ吸いまくって、上にこれ何、怖っ。椅子が吊るされまくってるけど、これどういう世界観これ。あそこでハンモック的に寝る人がいるのかな。お、ピチャッつった。これは、あ、そこになんか進めそうなところあるね。他はなんか掴めるもんとかないのかな。なんか調べるの全然抜けてたらごめんね。よいしょ。掴めるけど重くて動かないね。キュイーキャーっつってる。怖い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 。待って待って。あー、でも特になんかできそうなことはなさそうか。ちょっとこの先進んでみようぜ。進めるっしょ多分これ。あれ、ギリギリ届かないな。ジャンプして掴む。あー、いけた。よし、オッケーオッケー。わー、なんかグイグイ進んじゃってるけど大丈夫か。トイレットペーパーあるぞ。トイレットペーパー。これ悪い新入社員が自分の部屋にティッシュが。おい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 、自殺しとるが。背高っ。実情が見えんが。うわ、このスリッパじゃもう完全にでかいもんな。遺書みたいなのあるぞ。遺書、これ読めないの。遺書読めないな。遺書書いて死んじゃったのか。うわ、目が怖いよ。目が怖い。なんかないのかな。これドアでも開けらんないもので。うわ、何何何、音怖い。これジャンプして掴んだらなんか行けたりしないか。ジャンプジャンプ、あー、掴めないな。押したり引いたりはできない。あ、なんかこれ、あ、これもしかして置いて乗れば。乗れないかこれ椅子持ってくんじゃないか。あー、いけた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 。おー、頑張れ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 。ナイス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 。天才の所業よこんなの。よし、これで掴んで、あ、段差があるからこっから先はいけないんだ。だから多分この上に乗ってこうだね。あー、クレヨンしんちゃん明けですね、いわゆる。え、怖い、なんか暗い暗い暗い。ライ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 。他は？うわ、なんか歯車が回ってる。歯車が回ってて、うわ、タールみたいなやつがある。べちょべちょタールくん。おトイレかここ。タールとなんか冷蔵庫か。なんか手形ついてんだけど。上、怖っ。これ乗って乗って乗って、冷蔵庫掴んで、あ、開いた。あー、あー、なんか動いた、なんか動いた、なんか動いた。え、怖怖怖怖。あ、これ登れる。あ、この上行くんだ。待って待って待って、これ右側今だってなんか謎の三角お化けみたいなやついたもんな。こっちも行けんじゃないこれ。ここは、あ、ここ行けないか。奥は 3D 感は 3D 味あるけど特に何もないか。揺れがすごい揺れがすごい。あー、これやっぱ登るっぽいな。この裏なんかあったんかな。まあ大丈夫か。登ってみよう。よいしょよいしょ、よいしょ、つかめ。よし、オッケーオッケーオッケー。これで、うわ、雲がいるよ。雲、うん、雲じゃないのかこれ。水、
水、あ、どえげつね垂れてる水が雲に見えたんだ。恐怖というのはね、人は恐怖で人は見えるものが変わってきてしまうからね。よいしょ、登ってライトは定期的にズキッ、あわおわわお、え、きっしょきっしょ、うわ、え、あ、あれじゃん、完全にこれ、え、追っかけてきてる、好きなんか俺のこと、え、あ、痛い痛い、やめて、あ、完全にハクに乗り移ってたゼニーバの、はあ、夢かゼニーバのやつじゃん、ゼニーバのやつじゃん、ちょ待って、やばい、ダッシュして、よっ、危ねえ危ねえ、おお、よし、ついてこれねえだろバイタリティが低い、俺を殺そうというバイタリティが低いのよね。あ、これ何、回し、これひ、これジャンプして、よいしょ、ジャンプして掴んだら、あ、ダメか、怖いや、ジャンプして掴んだらどうにかなるみたいな、なんだ、あ、これもまたゼニーバか、ゼニーバトラップだなこれ、はい、ゼニーバトラップ、ウェイ、うわ、いっぱいいるのよ、いっぱいいるのよ、ゼニーバが、ゼニーバがいっぱいいるのよ、ゼニーバが本気出したらね、あれは怖え魔女だからな、危ないところだったぜこれ明かりつけられるんじゃないか、お、ついたぞ、明かり、明かりつけて、うわー、これなんか電気っぽいやつつけんのか、これ。よいしょ。エレベーターか。エレベーターとか言っちゃった。エレベーターで。あー、いるな、ゼニーバが。とう。ぜ、落ちてこんのかい。なになに、うわうわ、しまった、しまった。怖っ。何すんだ、新聞みたいなやつが落ちてるけど。これはなんかできんのかな、これ引っ張ったらぶっ壊せんのかい釘の力舐めすぎでしょ、もしくは怪力無双なのかもしれん、剣眼アシュラに出れるレベルの、うわー、三角の人、トコ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 三角くん、トコトコ三角くんがどっか行ったぞ、これ明かりつけられるでしょ、ボンボリに、お、ええ、あ、死んだんかと思った、え、明かり、うわー、ちょ待って、これ明かり消したらバレないんじゃない、あ、バレてるわ、完全にバレてるわ、明かり消してもバレてるタイプだ、うお、これは操舵性が任せとけ、ゲームがあんまり上手くない真央さんだって、お前らぐらいだったらな、どうにかなるんよ、おい、危ない、おい、一撃カンパ、これ戻るのとかできんの、地獄よ地獄行くも地獄、でもあそこからは出ちゃいけないという呪いがかかってるんだろうな、他はなんかないのかな、よいしょ、なんか細いところだとゆっくり歩くね、ちゃんと、あ、しませんしません、ごめんごめんごめん、これなんかいっぱい死んじゃったらあれとか、うおい、こっからかよ、戻ってきた、危ねえ、これなんかでも遠くない、これジャンプ、これダッシュジャンプみたいなしないと、いけ、おお、やっぱダッシュしないと死んでた気がするな、これ火つけようか、あれ、近づいたら勝手に火をつける、 OK、 これは上登るしかなさそうだよね、鉄板、何なんだろうここの立て付け、洋館でもないし、でも揺れてっからさ、船なのかな、なんかあの完全に船にあるやつあるさ、なんかあのくるくる回すやつがあったじゃん、びっくりした、三角魔物、三角魔物はあれ俺をいざなってくれてるタイプのやつなんかね、よいしょ、これ上行ったりして、上行ったりするが何もない、怖えなこれ階段、また階段、俺サイズに改造されたタイプのアリエッティ的な感じなのかな、この子もしかすると、あれ、あ、これジャンプかな、とう、危ない、よし、暗い、どん暗い、なんでこんな迷路みたいにするの、これ別にいいんだけどさ、ここ住んでる人、毎回思うんだけどさ、ここ住んでる人はどんな気持ちでこの建物を作っているのだろうと私は思う。よいしょー、回すとなんかが開いたね、
手前側のなんかが開いたっぽいな。あーこれ、これ急がないといけないやつか。これジャンプで向こう側行かないと間に合わないんじゃないか、もしかして。分かってよそういうの。とう、こうよ、こう行くとこれでギリギリ行けんのよ。ほら見たことかちょっと嬉しい。明かりつけて、これも開けられんのかな。おお、三角くん、三角くんそんなとこいたんか。これやっぱ開けきることはこの角度だと無理なんだな。謎マンホールみたいなやつがある。ライトつけて、穴、穴が穴愛しきちょっと待って、俺古文できないのに苦手古文ぜ、古文苦手ぜ。上なんか乗れるぞ、なんかあるな。これ紙とかって調べらんないのかな。なんか紙飛行機的なもんあるぞ。でも掴めるか。掴んだっぽいよ、掴んできた。何これ、ジュークじゃん、完全に紙飛行機飛ばそうじゃん可愛い紙飛行機持ってっか、せっかくだし。これ紙飛行機必要だったりする。なんかすげえ怒号が聞こえるんだけど、何これ。オーラ、オーラを感じる。え待って、なんかすごい真央さんね、なんかすごい嫌なアングルな気がするんだよ。すごい嫌なアングルが気がするんだよねこれ。なんか嫌な気がするのよ、嫌な気がするのよ。もうだ、違う、わーお。は、何あれ、オーラ、ハムナプトラ、ミスターハムナプトラみたいなやつがいたんだけど、怖っ、でかっ。アングルそういうことだよね。これしかもなんかラプンツェル的脱出方法を使ってる。ラプンツェル神か。え、この先にいない、あのハムナプトラ。ナプトラいる、いるっぽい気がするんだが、大丈夫か。目が怖い。ここに火がつけられる、火つけようか。オッケー、明かりをつけた。でこれはなんだ、牢獄かな。ここ牢獄っぽいけど、なんか、はい、あとこれなんだ、これは、あ、雨漏り直してるだけか。ドアがあって、やっぱでいるんだな。おトイレ感あるな。ネズミがいる、ネズミ、チューチューネズミ。あ逃げてった。これなんだろう、これわかんねえな。便所、便所ってこんな感じなの。外国製の便所はあんまり知識がないからあれだけど、ゴミ捨て場かな、それとも。そうだよな、トイレットペーパー、ここにみんながおのおのこう座ってサウナシステムで、ああ今日も快便ですねみたいな快便コミュニケーション取ったりするのかな。見回す、見回した、トイレットペーパー落ちてる。これは、おい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 、あ電気が漏電してたのかあ嫌なとこから起きるね。あなるほど、だから分かった分かった、このドアを開いちゃうとあれだから、分かった分かった分かった、もう開くな、いい、それ以上それ以上開くな。だこれでジャンプして、あーでもダメだから、これを持ってきてこの上に乗っかってトイレットペーパージャンプしろってことか。賢じゃん。傾いてんだよな画面が、やっぱ船っぽいよなこれ完全に。うらっ、これで電気を消したことによってん、時間制限ある感じしないこれ、大丈夫これ、これこれビリッチョ、危ない、ビリッチョならない。子供部屋、怖っ、わ子供部屋身がすげえわ。玉が、だってもう完全にあの建築上あのん、あ電気ついた、ポーポーっつった。あお、なんか ここら辺壊していいのか、子供がせっかく作った。あこれシーソーだ、シーソーだからタタタタタっていくといいんだ、タタタタタっていくといいってなんだ。なんか怖い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 、なんだこの人形、え激烈怖えんだけど。これ登ってこっちまで、ああ落ちちゃうな、ちょっと待って、これ登って、これ方向感覚か、だからこういって、ああごめんなさい、これで乗ったらこうなるから、これであとはダッシュで向こうの上に乗ればいいんだよ。うおー、こうだ、よしオッケー、いいじゃん、やるじゃん。ここの、ここなんか入れそうじゃない、入ってこっ
ちに戻ってこれって何があるというのだね。ああそうか、電気がついちゃうと向こうの部屋に戻れなくなるからだ。はいはいはい、ブランコだ、ブランコ、ブランコジャンプ。ああブランコ、ブランコ乗り継ぎはできないんだな。電気がついた、回っとる。これ乗れんのかな。うわーごめんなさい、壊しました、すいません。トーマスさん、トーマスさんすいません。これ逆にこれ、あああ子供よこれ完全に。あー意味わかった、ここもあれか、電気が向こうからつながってるから、これ消えてるうちにこっちまで来ないといけないのか。あー難しいね、時間制限はあるから急がないといけないのか。オッケーオッケー、よっしゃ行くぜ、ダッシュな、いけ急げ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 、一切止まっちゃいけない、振り返るな、急ぐのだ。うおー間に合え間に合え間に合え、あーさっき邪魔したせいでごめんね。オッケー、いけたんじゃないかこれは。おー危ない、まあほどほどに余裕あったっぽいけど、なんか部屋があるよこれ、大丈夫か、これ出てくるタイプの部屋じゃないのかこれは。でも鍵がかかってるからこっち側には来ないのか、来ないっていうか、なんかがあのデカオが子供のおもちゃこっちまで来てんじゃん。えすげえドキドキするんだけど、怖えんだけど、なんかこれなんだろう、こっち側から鍵閉めてるってことは外、内鍵、あこれ外に出れんのかなこっからっていうことなの、なんでなんだろう。あれなんか座ってる子がいる、あっ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 、怖っ怖っ怖っ、めめん、そういうこと、理解しちゃった、あの目の光当たるとあれになるんだ。ちょ一回だけ試してみていい、大丈夫きっと大丈夫。ほげーごめんねごめんねいっぱいこういう子たちがいて、みんな脱出しようとしてここでやられてるってこと、え怖っ、ちょっとあの目を完全に隠れなければいけない。ジャンプ移動の方が早い可能性がある、これジャンプの挙動が、そしてちょっと気持ちいい正直。これしこっそり行ったらバレなかったりする、こっそりこっそりバレんなよバレんなよ、ダメだバレるわ。だからあっち側行ってこ、今じゃね、あぶねー、こうよこれよ、今もうもう甘いのよ、ははは目玉くん、甘いようだねとか言おうとしてた、危ねえ、目玉くんのセキュリティあんまり大したことないな、危ねえ危ねえ、これ電気つけられそうだから電気つけよう、待って、目玉セキュリティ危ないところですね、ルバンザサーティリティティティリ、これで火をつけると、よしオッケー、火をつけろ、あ三角くんがあそこにいるぞ、あれこれ三角くんがいるが、これどうすんだ、これ引き出したりできないのか、掴んだりは、あれ登れそうで登れないな、絶妙だなここダメか、んーとこっちから、あここ登れそうだな、上行けそうだね、上に行けそう、あれなんか吊るされてる、これこのボックスが何、これ作業で動いてくんのか、このドアがぶっ倒れてるのは何だろうな、あれかな、ドアでどうにか脱出しようとしたこの黄色いこの仲間たちだったのかもしれん。上行って、あの三角くん気になるよな、これジャンプ落ちたら死んじゃう、信じろ、あーすげえ、何サスケなんだけど、山田勝美びっくりレベルの、大丈夫、あ痛い痛いけど大丈夫だった、三角くんちょ待ち、三角くんこっちでいいのかな、あ三角くんいるし、三角くんも自分の絵を見てる、なんか こっちでいいのかな、なんか上の方も行ってみたかったけど、こんにちはこんにちはこんにちは、え抱っこできちゃったんだけど、なんかえ仲間になったの、仲良くなったんだが、えかわいい、よし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 、かわいいねこれね、えかわいい、ライトつけるか、よいしょ、ん？なんでためらってんだ、 OK ついた、
三角くんこれ二人もいるじゃん。三角くんが二人いて血の跡があるんですけど、ズリッとやった何かを殺めた後にしかつかぬであろう光がついてる。三角くん一緒に来てくれんのかな。あれ来ない。めっちゃ見てるんだけど、名残惜しそうに。おいでよ。来ないか。まあ上の方行ってみるか。その目は一生動き続けんだな。怖いわ普通に。よっ、上行って左側行けんのかな。これ左側もちょっと見てみたい気がする。どこ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 、左でも、あ、待って、左に行くのが正規ルートな気もしてきた。あ、でも右も空いてるわ。もうどっちも正規ルートに見えるわ。そしたらこっち側ちょっと見てみようか。これね、やっぱここに収容されてるってことなんかな。こんだけ出口っぽいものがあるってことはさ。あ、でもこっち側にも行けるわ。待って、どっちが正規ルートなの？わかんねえ。あ、また出たぞ。何この顔に、顔面たまたまみたいな。あ、違う。和人形だ。あ、これ最初に出てきたお姉さんだ。和人形ってなんか、うわ、なんだこれ。確実になんか、やばいんだけど、ここで。あ、ていうかこれ、この子たちじゃない？この子たちがさ、頭がもうここで変になっちゃってバグっちゃってペタペタのこの炭のやつとかやったんじゃないの。なんか声聞こえるんだけど、潰れちゃった後なんかな。怖いわこれ。人形なんか意味あんのかな。なんか2つあるってことはこれなんか意味ありそうだよな。これ人形割ったらどうにかなるとかないかな。ほら、あ、割れた。あれ、俺最初割ったっけ人形。あれ、なんか割るとこれなんか別のエンディングあるみたいなやつありそうだな、これ。うわー、最初割り損ねたかもしれない。ちょっと動画見返してみよう。よいしょよいしょ、ぴょんぴょん、ダッシュジャンプ。こっちのドア行ってみるか。目玉が出たらセーブって言ってたからな。え、なんか怖。おい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 、絶対やばい。うお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 う、怖っ。え、無理なんだけど。え、大丈夫これ。絶対に動くな。絶対に動いちゃダメ。やばこいつ、やば。え、ここだ。ちょ。え、上で子供寝とるが。え、怖っ。なんなんこいつ、怖っ。ちゃんと閉めるし。えら、子供起こさんようにしとる。え、怖いんだけど。え、何この子たち。これ我らか、我らというか赤子的な声がするんだが。え、怖っ。え、ああいうのいるの。望んでないというか、望んでないというか。え、なんかこれすごいちっちゃくなってない。な、マジで生きてんのかな。生きてるっぽいな。生きてる。なんかすっげえちっちゃいのいない。なんだろう、出てきちゃいけないぐらいのサイズの子がいっぱいいるんだ。あ、人形か、人形か、さすがに人形か、さすがに人形だよな。え、怖かったし。ん、見るこっちゃできるが行くこっちゃできない。ドア閉められちゃうとな、あんだけ手長くないと成り立たんということよ、仕事が。へえ、怖え。やめとこ、わかんねえけど、そろそろ一回切りますか。じゃ、また次回お会いしましょう。